とね、私たちはチェゴでーす。はい、というわけで夏ももう8月31日で、はい、明日には9月になってしまうんですが、はい、まだまだ暑いということで、うん、9月でも着れる夏の新コーデしようか。イエーイ、新大好き。イエース。はい、ということで今回もね、7着私服と3着レッスン着の合計10着を紹介したいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。レッツチェック。ファイン。1着目、はるかは今回サロペットに挑戦してみました。かわいい。このサロペット足がめっちゃダメージ入ってて、うん、でダボダボ感もすごく好みで、こんな感じです。へー、かわいい。サラペットめっちゃ似合うやん。マジで、かわいい。なんかさ、似合わないかもと思ったんだけどさ、ここにダメージがあることで、なんかちょっと露出があるから、そうね、そのスタイル悪く見えないんじゃないかなって思います、うんうん、で、T シャツはこれです。ハッドキス。そう、ハジス、ハジス。これはなんか普通にシンプルで可愛いなって思いました、うん、かわいい。デザインの感じもね、普通の T シャツ。そうね、そう、使いやすいねっていう感じです。かわいい。で、スニーカーは青と黒と白のこちらのスニーカーです。かわいい、めっちゃかわいい。そう、デザインがめっちゃ可愛くなってて、魔法好きそうっていう話しちゃった。紐がね、なんかね、青と白で2色になってて、めっちゃかわいいよ。超走りやすい、走りやすい。マラソン行ってくるわ。マラソン行ってきます。いってらっしゃい。じゃじゃーん。はい、まず私はこれめっちゃお気に入りなんですけど、スカートでーす。かわいい、めっちゃかわいいの。そしてめちゃくちゃミニだからスタイルがよく見える。ちょっとお尻が見えそうなんだけど、それもそれでかわいいのよ、うん、ちゃんとこういうズボンが入ってるので、おパンツ見える心配はまあないですね。で、ベルトもこれついてましてね、ここにもなんかこういうのがあって、そう、なんかかわいい、すごく。これはすごい、生地感もね、悪くないから、結構私たくさん使いたいなって思いました。次は、この、なんだっけ名前。これタンクトップ。キャミソール？キャミソール。いや、なんだこれ。タンクトップ。タンクトップ。この中の女の子たちで言う。続いて、この中の女の子たちでーす。かわいいんだよ、これめっちゃ。そう、女の子がね、上と下にいて、こっちにもいるんですよ。人が映ってる。T シャツとかも多分最近流行ってると思うんだけど、なんかこういうの欲しいなと思って。これ結構伸びる素材だから、めっちゃかわいいです。はい、そして、上のカーディガンですね。してない、してない。このカーディガンは結構夏素材って感じ、うん、結構伸びます。で、ここのとこもなんかふにょーんってなってて、下もふにょーんってなってます。でもこういう感じでショート丈なので、すごいスタイルがよく見えます、うん、で、腕も気になる方はこういうのを着れば何でもいけちゃいます。そうしたら、このネックレスシーンなんですよ。かわいいでしょ。結構キラキラだから派手にしたいときめっちゃいいと思う。こういうのってさ、同じデザインの2個付けってあんま見ないけど、うん、意外と可愛いね。意外といけるよね。でも長さが一緒だから重なっちゃうから、ちょっと離した感じとかも可愛いと思います。クオリティ低くないし、安いのに。そうね、確かに普通にキラキラ感も可愛いなって思います。そして、え、可愛い、はい、可愛い、めちゃくちゃ可愛い。本当ですか。普段からサングラスかけたいんだけど、まだ勇気が出なくて。わかる？こういう。あとマスクしてるからさ。そう。不審者みたいになっちゃうの。なんかオシャレサングラスとしてめっちゃ可愛いなと思って。これ形がめっちゃいいの。横にフューンってなってて、めっちゃ可愛い。なんか今時っぽい感じのオシャレなデザインになっております。そして、じゃこのキラキラカバン。これはね、クラブに行くときに使いましょう。夏はこんくらいキラキラしてる方がアクセントになるなと思って。そう、なんかちょっと派手で、え、大丈夫かなってちょっと思ったけど、うん、そう、なんかさ、派手だけどさ、そう、まとまる、そう、エレガント、そうね。で、ここにチェーンついてるのと、ここにもあれがついております。こちらの厚底の白いサンダルです。かわいい、めっちゃかわいいよね、うん、そう、こういうの欲しくて
シーンで探してるあったので、さては紹介する前に履き古したな、はい、申し訳ございません。汚らしいかもしれないですけど結構履きました。めっちゃ気に入ってるってことだよ。そう、めっちゃ気に入ってる、かわいい。しかもとりあえず身長もらえるのがまず最高に。それがこの真っ白っていうのもちょっと珍しくていいなって。確かに形かわいい。そう、四角くてね。はい、そして琴音の一着目でーす。おー、なんか珍しいね。そう、珍しいよね。いつもの感じじゃなくて、うん、一見えってなるけど、逆目ではなんかあ、それもあれじゃねみたいな、おしゃれみたいな、うん、そう、そういうコーデなんかちょっと最近ハマってて、おーおー、いいね、いいなーと思って。古着屋さん歩いてさ、あー、そうそうそうだね、古着屋の店員、いらっしゃいませー。あ、古着屋の店員こんな感じでなんか、いらっしゃいませー。やめて、古着屋。そうでね、これスカートね、めっちゃ可愛くて、これロングスカートなんですけど、可愛い、涼しそう。そう、結構安かったのに生地感めっちゃしっかりしてて、見つけてないもん。そう、確かに、あのちゃんと中にね、こういうのがありまして、靴さんだけ靴下だけでね、デザインもマジで可愛くて、超このディティールまでこだわってる感じがお気に入りです。 T シャツはマジで可愛い。そう、これ絶対はるかが持ってそうな T シャツなんですけど、可愛い、可愛い。で、あ、茶色に茶色のベルトということで、で、最近ね、アームカバーに憧れを持ち出しましてこうゆるふわな感じだから、このレースにレースのアームウォーマーで合わせました。これもね、マジで300円なんだけど、安いよね。300円とは思えないぐらいのね、生地感がしっかりしてて、めちゃめちゃおすすめです。じゃーん、2択目、はるかはサブカルコーデにしました。かわいい。まず T シャツはコトシャン。そう、コトシャン。あれ、コトシャン、コトシャンが着た方がかわいい T シャツコトシャンも似合う T シャツ。そうね、生地感はすごく夏仕様で、すごく薄くて伸びやすくて、でも透けてない感じです。で、デカめに着たかったので、大きいサイズにしたのと、実は中にスカートを履いているんでおります。ストレート、プリーツ、プリーツ、プリーツで、生地がデニムの生地。かわいい。で、ちょっとウエストがでかいかなっていうのはありますね。でもベルトすれば全然問題ないと思います。で、私が大好きなアームカバー、これシマシマです。で、これは靴下のシマシマとセットで付いてたので。そうなんだ。そう、でも今ここに緑が入ってるから、靴下も白黒だとちょっと眩しいってなるので眩しいだね。そう、眩しいシーンってなるので、あの手袋だけにしたんですけど、足はレッグウォーマー、黒のレッグウォーマーで、マホがそんな紹介してた？うん、紹介してないけど、マホね、ダンスカバーでね、着てた。持ってるよね。うん、持ってる。止めるやつがあって、うん、こう、スッて広がってて。めっちゃ可愛い。そういうさ、かわいい。かわいい。ね、そう。最近流行ってるしね、可愛いよね。足長く見えるし。うん。で、靴は、はい、ね、それマホ持ってるの。マジで？うん。ゴツゴツブーツ。かわいい、超かわいい、マジでかわいい。しかもさ、先っちょがさ、なんか丸っこくなってるよね。四角、あ、四角くなってる。これめっちゃかわいいんだよ。いや、めっちゃかわいい。パンクロ。しかも身長も盛れるので、高身長の皆さんにはおすすめです。私の次のコーデは、こちらでーす。かわいい。かわいいでしょ。はい、まず、オフショルダーですね。こちらのアーのトップスなんですけど、これオフショルダーになってて、しかもここちゃんとゴムで止められてるので 100% 落ちない。これはしかもここ腕のところがスリット入ってて、このタラーってなってるので腕長効果もあります。そしてここがちょっと開いてるのがポイントで、ここが開いてるからセクシーで、これがあるのでめちゃくちゃ可愛いなと思って、なんかドストライクな形、めっちゃ可愛いです。はい、そしてズボンですね。こういうなんかダボダボしたやつがなんか流行ってるなと思って、そう、なんか可愛いと思って、で、これ下にこうやってクシュクシュってできるゴムがついてて、これでキュッてやれば職人さんになれます。職人さんのようにダボダボ感ができます。生地感も薄いしくてテロテロな感じ、可愛い。うん、しかも全然生地悪くない、しっかりしてる、ありがとうございます。はい、そして今度はこちらのカバンです。あ、まあこういうつぶつぶ好きなんかな、こういう感じのカバンになってます、ね、こっちでかけてもいいし、こっちでかけてもいい。
かわいい、めっちゃかわいい。やっぱね、レザーはね、何個あっても使えるから。で、この中に、こういう感じで。さっきのカバンよりは、ちょっと大きいかも。このマチがしっかりしてる、ここが。だからすごい便利だし、簡単にオシャレに見えるから。めちゃくちゃおすすめでーす。はい。そして私はこのウエスタンブーツでーす。もうこれマジでかわいい。もうこういうのさ、欲しくてさ、ここがとんがってるのがすごいなんか考えらせるのって。そう、すごいしっかりしてるので、おすすめです。じゃーん。ことでも2着目。かわいい。めっちゃかわいい。そう、これ C のね、新作のワンピース。あ、そうなんだ。そう。なんか中華美人ですね。そうね。めちゃくちゃ似合いますよ。ねはお。そう、なんかね、シンさん、わかんないんですけど、なんか中国っぽいような服が、なんかめちゃめちゃ新作で増えてて。あ、そうなんだ。で、どれもめっちゃ可愛いの。うん。それで、このワンピース、めっちゃ可愛いなと思って。似合う、超似合う。嬉しい。可愛い。ありがとう。で、デザインも可愛いし、やっぱ肩のポワポワね。マジで可愛い。めっちゃ可愛い。これが一番の中華ポイントでーす。そう、ウエストの部分も細くなって、可愛いし、これも中にスボスボが入ってます。一応中にね、透け防止のインナーがあるんですけど、まあ、一応オーバーパンツ、クロッパ派は履いた方がいいかなって。まあ、そして、緑のカバン。かわいい。アクセント用に。中はこんな感じでですね。全然入りそう。で、こんなのも入ってました。形もね、めっちゃかわいいし、超いい感じ。そして、アップルウォッチベスト。かわいい。かわいい。そう、ちょっとシュシュみたいな。めっちゃいいね。そう、感じでバンドつけられて、2個入りだったから白もあるんだよね。気分で、そう、付け替えて。で、こちらブーツ。こういう形のブーツ持ってなくて、いいなと思って。めちゃめちゃね、生地感もしっかりしてて、歩いてて全然疲れない、これ。で、このね、デザインが可愛いんだよ。丸くなって、ここに線入ってるぐらいの可愛いなと。あと、この真っ赤っか。ほんとだ。さーん3着目はい、はるかはセットアップでーす。かわいい。水色のシャツとハーフパンツです。インしてもかわいいし、でもダボっと着たいときは出して。やっぱさ、セットアップだと決まるよね、それは、ね。これおすすめです。生地感は結構伸びる。涼しそうだね。そうそう。で、丈もこんな感じ。一番楽に着れる。そう。なんかさ、コンビニ行けるよ。コンビニ行ける、海行ける。でも、水ショッピングとかもあるよ。確かに。こんな感じです。お揃いにしたい方はこちら。じゃじゃーん。はい。私はこちらでーす。わーお。ちょっと挑戦してみました、結構。K-POP。で、まずは、これ。たくさん英語が書いてる BD でーす。で、なんかここ穴が開いてんのよ、ここ。まあ、頭かゆかったら書けんじゃねみたいな。そういう用じゃないから。ポニーテールとかの時にそっから出したらできる。確かに、ポニーテール出したら可愛いね。めっちゃヒップホップって感じで。なんか色味もなんかおしゃれな感じの色味ですごい可愛いなと思います。で、なんか生地感もなんか暑くないから多分ワンチャン夏いけるんじゃないかなって感じです。可愛いです。はい、シースルーのカーディガンでーす。可愛い。そう、めっちゃ可愛いこれ。で、丈がくっそ短いんだけど、それが可愛いんですよ。ここになんかベージュの線がたくさん入ってて、本当に海外っぽい感じなんですけど、腕もこの好きなタラタラなのでおすすめです。で、この中普通のタンクトップになってるんですけど、短くしてたんだけど本当はめっちゃ長い。そう、めっちゃ長いからハイウエストじゃないズボンの時とかにこういう感じで履くのも可愛いです。で、ここにね、こうやってシューって線がなってるので、ここら辺をチラ見せできるのですごい可愛いと思います。生地感はスポーツ用のお洋服みたいな生地感です。で、結構気持ちがいいです、この生地。で、結構ピタッとしてるので、ピタッと着たい人はめっちゃおすすめです。で、続いては、皆さん気づいてました？おパンティーです。こういうのさ、TikTok でさ、履いてる女子いるやん。ちょっと憧れを持って買ってみたんですけど、ちょっとまだ一回も履いたことがなくて、ちょっと恥ずかしいから、ちょっと抵抗あるっちゃあるんですけど、なんか慣れてきたら履きたいな、みたいな感じで思ってます。3つ種類パンツの色が入ってて、この、
灰色と白と黒の3セットが入っております。だからめっちゃ安くてお得なんだよねこれ。そして今度カーキ色のズボンです。なんかそうロンウエストだからこういうパンツも出せるし、ここクシュクシュ乗ってるのが超可愛いです。生地は薄いです。で厚底ブーツになっております。おろろろろおろろろろ、これと一緒。そうなんですよ。これね、私普通に紹介する前に持ってて、前とお揃いです。ここにね、なんか3なんとか線が入っております。ワンポイントね、アクセントでなんか靴っぽい、うん、だから可愛い感じ。確かにスニーカーっぽいデザインだね。そうそうそう、なんかちょっと不思議なデザインでお気に入りです。イエーイ。え、どうしたどうした急に。いやいや、あ、かわいい。で、私の地雷系ギャル中華ちょ、え、中華入ってるか、なんか赤い、黒、黒赤。そして琴音が着てることによって全てが中華に。まずこちら、ミニティーですね。かわいい。で、これね、生地感がね、なんていうの、なんかよくさ、ピチティってさ、密着してるからさ、分厚い綿っぽいような生地だとさ、暑かったりするのよ。それがね、このミニティはですね、生地感がね、すごい涼しい生地なの。めちゃめちゃ涼しいし、このね、なんといっても、刺繍なんだよね、これが。かわいい。で、私の憧れのアームウォーマー。を合わせました。はい、でですよ、皆さん、こちら。今、K-POP 界で、流行りに流行ってるんですよ。そうね、みんな履いてる、ね。そう、みんな履いてる。で、このズボンがなんと、シーンで買えちゃうんですよ。これね、憧れの K-POP スターになれる。衣装とかでもうちら全然使えそうだし、これ、取り外しできるんだよ。パンパンにもなるんですよ。かわいい。かわいい。この形がかわいいんだよ。ファッ、ファってなってる感じが。そう、生地感もね、全然安っぽくなる。で、ちょっとね、携帯どこ行ったっけっていうことが多すぎて、こちらハートの携帯チェーン付きカバー、ファッションにもなるから、おぬぬめです。4着目、量産の皆様お待たせいたしました。まずこちらのシャツです。めっちゃ可愛くない？なんか、え、そうそうそう、ちょっと大人っぽい感じ、うん、でちょっと透けてるのでセクシーかなと思います。形もしっかりしていて、肩の部分がわーってなってるのでいいと思います。カメラで伝わるかな、光沢感が入ってる、ね、確かに裏目めっちゃ可愛い。確かにこのシャツはすごく高見えのするシャツだなって思います。で次はこちらのプリーツスカートです。そう、何でも合わせやすい、形もしっかりしていて、うんうん、おーいじめられてるかな形もしっかりしていて、中におパンツ入ってる。はい、でさ、そういうスカートってさ、うん、意外となんか変な、ね、わかる。そうそうそう、ちゃんとウエストキュッてなってから広げてる。そう、それめっちゃいい。ハイウエストなのがやっぱいいんだよ、うん、そう、靴下はシースルーの靴下です。うん、長さが3段階あって、ここにちゃんと濃いのがあるから、うん、すごく細く見えるなって思います。そうだね、これ靴、量産女子にはたまらんよね。え、そう、マホめっちゃ可愛くなった。可愛くない？それ靴もそうなの？そうなの。え、クソ可愛いやん。しかもめっちゃ漏れるよ、これめっちゃ、うん、デザインがシンプルだから、全然いろんなコーデにも合うので、何でもいけそう。すごくおすすめです。可愛い。続いてマホは、これでコンビニ行こう！いや結構ここら辺が出ちゃうとね、ガタイよく見えるのだけど、ここは隠すから、ここ細いんじゃねみたいな、結構勘違いさせることができますしかもなんか書いてあるのよ、アンブラルケアドって書いてます。どういう意味ですか？傘を大事にしなさい壊れない、壊れない。そしてこのブーツやばい何そのゴリゴリに可愛くない？ゴリゴリに可愛くない？なんかもうこういうの好きなんだよね、なんか四角でかいみたいな、四角でかいみたいな形が本当に好きなので、ここもなんか透明ボーイみたいな感じで、すいませんすいません。そしてね、これからね、夏が終わって秋が来ると思うんですけど、秋はマジでレザーのブーツ多分めっちゃ使うと思うんで、足首のさ、クシュクシュが分かるの、かわいい。チャックはなくて、こうスポッて入れるやつなんだけど、とってもいいです。かわいい、マジで。はい、4着目のワシはラフコーデです。めっちゃかわいい。
まずはこの上のね、こうちょっとねニット生地なんだけど、涼しいニット生地だから夏にも絶対に使えるし、秋先とかにも全然使えると思う。これからの季節絶対使える、うん、で、はい、憧れのアームウォーマー憧れのって薄いニットにニット合わせるという上級者コーデをやらさせていただきます。これはね、さっき一緒についてた。あ、黒いやつもね。そうそうそう、黒いやつね。中のタンクトップ。普通のタンクトップかと思いきや。線がついてる。そう。斜めがいるんですよ。うん、で、斜めがいることによって、ラフなんだけど、おしゃれな、うん。ちょっとセクシーな、コーデになってます。うんうん、かわいい。で、パンツ。え、めっちゃかわいいですね。かわいいよね、これ。うん、これもね、生地感がね、結構ね、テロテロの感じで、めっちゃ履きやすいし、デザインが結構ガラガラで主張強いかなと思ったんだけど、色合いがね、結構シックな感じで締まってるから、何でも合わせられるかなって感じのズボンになってまーす。かわいい。さあ、5着目ー！はい、ダボダボ女子です。まず T シャツはこちらの色です。めっちゃ珍しくない？この色。うん、かわいい。かわいい。春だ、この色。グレー、グレーっぽい色なの。ちょっとだけサブカルっぽい T シャツ。結構怖いね。ああ結構怖くない？で、サイズはデカめがいいので大きいサイズを選んで、形もとても自分が好きな形で。うん、ビッグサイズ。てかさ、ここのブランドめっちゃ良くない？うん。そう、あ、ダブルの違う、ロング、あ、はいはいはい、あのロック系のやつ、そうパークロック、サイバーがフェアリーテール、あだからそこの種類だけで探したりするわ。めっちゃわかる。衣装とかも超作れるんですよ、ね、この種類のタトゥーシールもめっちゃ可愛いから。あ、そうなんだ。こちらのボトムスはジーパンです。やばいな、アイテムめっちゃ可愛い。可愛い。で、足を露出することによって、うん、見えない。スワッとしてね。今回もこちらでサイズ調節をできるので、すごくお気に入りです。じゃあ、はい、続いてはマホです。かわいいですよ。ちょっと女の子らしさも入れつつのワンピースコーデになっております。で、私の大好きなこんな感じのカーディガン、これマジで使えるの。生地感もなんかめっちゃ気持ちいいのよ。なんかずっとね、着ていたい気持ちになる。本当に気持ちいい。これパジャマにしたいなって感じの生地感です。で、なんか透け感もなんか少しあるから、ちょっと女の子らしくて可愛い。この中ね、可愛いのよね。こういう感じです。こういう感じ。生地感がシースルーの生地感になってるんだけど、ちゃんと2枚重ねになってるので、これ見える心配はありません。うん、なんか、この色合いがすごい珍しいなっていうところですね。ワンピースの形全然可愛くない？可愛い。ピチッと着たい人とかはね、シーンめっちゃいいと思うよ。そうなんだ。なんかたまにさ、なんかちょっとウエストが微妙やー。え、めっちゃわかる。めっちゃわかるよね。それがない。結構ピタッとしてるスウェットが綺麗ですね。そう。これめっちゃ秋もいけまーす。うん、はい、ということで、5着目は、まあ、ラフにちょっと図書館行こうかなみたいな感じの服です。さっきと靴とおズボンは一緒で、この T シャツですよ。ティンカベル、ティンカベル、本当だ、みたい。かわいい。そう、森の妖精。琴音？琴音住んでる？キノコの上に、ハルカの上に。いや、でもこれ金髪だから魔法じゃねえか。そう、鹿さんが琴音じゃん。あ、鹿さんうち？そう、なんかデザインがすごい変わってて可愛いなと思って。個性的だね。そう。いいね。で、生地感はね、こう伸びる生地感で、洗濯物が絶対に早く乾く。え、でもだからあれだよね、スポーツ系っぽい生地感だよね。そうそうそう。スポーツっぽいよね。ってそういうのもあるよ。うん。でですね、こちら、トートバッグでございます。アニマル柄のトートバッグ流行ってるのかな？これね、人気の商品の中の一つです。こうやって、カバン小だけでも、もう一つのコーディネートとして、ファッションの一部になるし、中も結構入る、全然。ね、絶対入る、めっちゃ入る。そう。ノートとかパソコンとか、もうスッて入る感じ。だからマジでこれは、おぬめでーす。ぴょーん。6着目。はい、私はワンピースです。かわいい。めちゃくちゃかわいい。かわいくない？見ててください。はい、あ、なんか開いて。絶対、髪着ない方がいいよ。私は着るの。あ、そうなんだ。ここにリボンがついてて、ここがもう開いてるんだけど。めっちゃかわいい。マジでかわいくない？マジかわいい。スカートの丈の長さ。
バッチリバッチリだね。そう。なんか、はるかが似合うな、二十歳って感じする。そうね。あの、ウエストのさ、線が上にあるから、線が上にあるから、腰が高く見える。確かに。で、ここもちゃんとふんわりしてるから、ごつく見えない。なんか、踊ってみたら撮れそうな感じ。確かに。公園とか。多めやね。はい。続いては、マサのコーデでーす。かわいいよね。このズボン、なんかこういうさ、落書きみたいなのが書いてあるやつ。すごいなんか、海外があるって感じで、めっちゃ欲しいなと思ってて。かわいい。めっちゃかわいい。本当にかわいい。このズボンでもね、長い裾が。だから、厚底を履いた方がいいと思います。しかもね、ハイウエストだからね、下っ腹出ちゃうからさ、隠せるのよね、これで。これで、もう勘違いすることができるのよ。おすすめじゃなくて勘違い。生地感もめっちゃ結構普通にいいよ。おすすめ、本当におすすめ、これは。そして続いてはこのまほちゃん色のトップスになります。かわいい、かわいいでしょね。形かわいいでしょ。ちょっとアイドルっぽいよね。で、このまほね、めっちゃ首のこれが好きなの。これがまずついてるのと、このここがちゃんとポワポワしてるのと、オフショルダー的な感じで、ここが見える感じ。めちゃくちゃ可愛いと思って。で、色味もなんかちょっとドピンクじゃなくて、大人っぽいピンクだから、なんかお出かけするときに着たいなって思います。なんか冷静にこの形を着こなせるのすごくない？確かに。めっちゃ。いや、そんなことないんだけど。めっちゃ似合ってる。ほんと？うん。嬉しい。じゃあもう明日着まーす。単純。はい。で、下はね、はるかのさっきのスカートで、上の T シャツ、デザインが、竜、紫の竜。かわいい。かわいいよね。似合う。で、生地感はね、めっちゃ着やすい。超着やすい。テロテロな感じで。レッスン着めっちゃ使えそう。そう、レッスン着とかでも絶対使える。でーす。7着目、ラスト。はい、はるかはこちらのシャツです。そう、これは、下がね、レースになってて、マジで可愛い。腕とかもレースじゃん。そう、で、ドクちゃんね。ドクちゃん。ドクちゃんハマってるね、なんか。そう、ドクちゃん可愛い。ドクちゃん可愛い。女の子らしすぎない形だから。そうね。そう。いろんな服に合わせられると思う。これを前を開けて、ショーパンにして、羽織る系の服の着こなし方でもいいし、こうやってスカートを履いてもいいし、いろんな着こなし方ができるので、すごく可愛いデザインだなって思います。はい、マホでーす。上のカーディガンはちょっとさっきと一緒なんですけど、キャミソールですね。これマジで可愛くね。あ、うちの好きなやつ。え、これマジで可愛い。これさ、ほんと夏だよね。うん、しかもウエストもね、なんかちょっとキュッてなってる感じ。うん、赤い線がここに入ってるのがめっちゃいい。これが細身なのが大人っぽく見える。線が細身なのが。はい、そしてズボンでーす。白。うん。白ズボン。これも夏っぽくていいなと思って、ストリートなお洋服にも多分合う形してる、カーゴパンツみたいな形。そうね。これデニムの生地なんだけど、普通にしっかりしてます。あ、ほんとだ。おにしっかりしてる。そう。めちゃくちゃ可愛い。このポッケも、ガチポッケ。足のポッケがちっちゃいから、お尻がキュッて洗ってる。あ、嘘。お尻見たことなかった。以上でーす。はい。7着目のわしは、今回の T シャツはこちら。ドクロー。お、ドクちゃん登場。ドクちゃんの目になんかカエルがピョーンって。なんか、美術館みたいな、そう、デザインで、なんかシックで可愛いなと思って。で、生地感はね、綿だね。綿の生地感で。ラフに可愛く、おしゃれに着れるなっていう。じゃーん、レッスン着、1着目、レッスン着コーデ、こんな感じでーす。あ、かわいい。うん、いいね。まず見てください。エンジェル！マホも持ってんの、おそろい。おそろい。え、マジでかわいい。それマジでいいやつ。しかもめっちゃ良くない？そう、生地感最高。え、そう、生地感もナス仕様なし。そう。でもすごく涼しいです。丈もいいの。これしかもさ、鏡でさ、なんかさ。はい、エンジェル超かわいい。エンジェル、エンジェル大好きなデザインです。で、 T シャツはシンプルに青色のビューティフルです。で、 T シャツの素材は普通の T シャツ、うん、しっかりしててめっちゃいいと思います。結構みんなこれ着てたと思う。あ、そうなんだ。そう、人気な商品でした。これで踊ります。かわいい。レッスン着最初のコーデはこちらです。おー、セクシー。
マジ可愛くね。まずね、この上のトップス、これもシースルーになってるんだけど、なんかさ、一歩間違えたら全身タトゥーみたいな感じだよね。このね、腕のところも短い感じなのがすごい可愛いなと。ここヒラヒラしててめちゃくちゃ可愛いです。あ、中のインナーをカラーもの着ても多分可愛いと思う。なんか赤とか着たら多分結構インパクト強くて可愛い。そして皆さん気になったであろう、この下のパンツ、めっちゃ可愛いの。本当に最初の方に紹介したおパンツあるじゃないですか、あれがスウェットとくっついてるものになっております。おー、そう、楽だ、めっちゃ楽。ほら、紐たらんだ。そう、紐たらんめっちゃアクセントつくよね、うん、これで本当こういうやつ踊りたい。はい、いいですね、こういうやつ踊りたい。そう、前も好きなんだけど、なんかもう後ろが好きなんだ。そうね、わかる、キューってなって。後ろがめっちゃエッサイって感じ。パパ見ないで。はい、ということで私のレッスン機構ではこちらになってます。かわいい、めっちゃかわいい。マジかわいいよね。マジかわいい。これセットアップで、うん、まず下ね、刺繍の感じエグかわいい。エグかわいい。だからいいし、足長く、うん、そう、足長効果で上のね、形キュイーンね。そう、マホのさ、さっきのさ、うん、パンツみたいな感じで、うん、ウエストのここをちょっとチラ見せする、めっちゃいいね。コーデって、そう、細く見えるよね。そう、今めっちゃ流行ってるし、うん、超かわいいし、で、フードついてるの超かわいい。ほんとだ、かわいい。ほんとだって気づかなかったの。うん、なんか馴染んでる。そう、ちょっと髪の毛とも一致してきます。これ単体でね、着て、なんか短パン、うん、着て、衣装とかに着たんだけど、形が可愛いから、インパクト大ですかね。うん、生地感もね、ちゃんとしっかりしてんだけど、テロテロしてるから、本当に踊りやすいし、洗濯物超乾く、これ。でもそれ大事なの。そう、大事。衣装としてもおすすめ。じゃーん。2着目。はい、スウェットコーデ、こちら。じゃーん。いい色違い。黒を持つなら水色も持つべきだと思って、T シャツはこんな感じ。女の子。可愛い。スプレーで描いたような。あ、そうそう。そうなんだ。こういう女の子のデザインすごく好きなので、たくさん着たいと思います。生地は普通の T シャツで形もとてもいいです。はい、マホのレッスン着2コーデ目はこちらです。ビビアン。私が一目惚れしたこの緑のおパンツ。しかも、すっごい楽。半端じゃなく楽。しかもベロアだからちゃんとおしゃれ感も出て、すごいいいんですよね。刺繍になってるんだけど、これも。めっちゃ可愛いです。これ大好き。はい、こちら、上のこれ白いトップスとなっております。で、これなんか、シルーっていう、なんかシーン特有のさ、こういうのあるじゃん、こういう。シルーっていう生地感です。ガールズクラッシュの K-POP アイドルが着てそうな感じのトップス。衣装感もあるし、別にレッスン着としても、なんかセクシーで可愛いなって。お気に入りでーす。はるか色のレッスン着。イエーイ。この横にね、スリットが入ってるんですよ。で、ジャージ生地。ね。最高。ほんとストリートって感じ。そう。T シャツはね、さっき紹介した。で、こういう風にしてもいいし、こう、してもいいなと思います。じゃーん！レッスン着コーデ、3着目。ラストは、黒コーデです。超いいね。T シャツは、線が入ってるのが好きなの。そうなんだよね。刺繍のやつ、やっぱ可愛いわ。形いいよね。え、ほんと。ストンプス。形いいです。やっぱね。デザインも、すごく。で、下のスウェットはエンジェル。エンジェルつけるしかないや。以上です。はい、マホのラストのレッスン着はこちらでーす。おー、魔法っぽい。魔法っぽい、うん、で、まずね、このスウェットすごい薄い生地だからめっちゃ踊りやすい。うん、結構伸びるよ。結構長めに作られてるので、ハイウエストでこういう風に履いた方が足長効果になるんじゃないかなって思います。かわいい。大事に。Sorry。 なあ、お大事にって言ってる。そういうこと？うるせえ、なんかうるせえって意味なのかと思ってた。うるせえ、黙れみたいな感じ。そしてね、この上のトップス、スリッチャン入ってます。スリッチャンズ。これもね、なんかこの線がこうやってポーって縦に入ってます、うん。これもね、なんか水泳生地みたいな感じですね。で、この胸元にもこの線が入ってます。ヒラヒラしててちょっと可愛らしい感じになってます。このね、後ろにリボン込めます。うん。へ
絶対はい、ということで私の最後のレッスン着は一番大好きな紫。おい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 、さっきからよ色が紫ばかじゃねえか。これシャカシャカの紫なんですけど、これはね緑もありました。あ、そうなんだ。ちなみにこれ下がクシュクシュってできるし、可愛いし、ちょっとシワっぽいようなデザインがめっちゃ可愛い。そう、おしゃれで、 T シャツ、はい、私ね、もう一個好きなものがありまして、蝶々なんです。あ、お蝶々ね。そう、本物の蝶々は好きじゃないんだけどで、これもね、形可愛いんです。はい、というわけで、私服が7着、レッスン着が3着、合計10着を紹介しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。何か気になるやつありましたか？はい、うん、真帆のコーデのやつね。あー、うちのあれのコーデめっちゃ可愛いよね。本当にわかる。うちのコーデね、うちのコーデ全部。あー、まあまあ、嬉しい。ということで、はい、気になる商品ありましたら画像の方を見ていただいてもいいし、概要欄の方にね番号もありますので、うん、商品番号そちらから検索して、うん、でなんとですね、皆さんもね第3回目ですので、うん、お察しかと思いますが、またクーポンコード発行いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、しんさん。そうなんですよ、この動画見ていただいた皆さんにね、しんさんの方から感謝の気持ちを込めてということで、クーポンコードありますので、そちらも概要欄の方にありますので、このね、クーポンの番号を入力して、ぜひ購入してみてください。はい。で、他にもね、洋服以外にも小物とか、うん、美容グッズとか、うん、家電、カーテンとかね、まあ、いろいろと生活用品もありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。で、もしね、次、シーンの企画やるときがあったら、うん、みんなからね、テーマをもらって、そのテーマに合わせてうちらがコーデするとか、あと、この服気になってるとか、なんかみんなのやってほしいシーンに関した企画とかもね、確かに。あったら、コメント欄の方に募集、追跡してますので、はい。お願いします。お願いします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで、以上チェゴでした。シンシン、シンシン、シンシン。